白子は、主に魚類の清掃を食材とする際の呼び名。フグ、タラ、アンコウ、サケ、タイ、サワラ、イカなどの成熟した白子は、味が良く、酢の物、汁物、鍋物、焼き物などとして食べる。通常、75から82%の水分、1から5%の脂肪を含み、プロタミン、ヌクレオプロテインなどの強塩基性タンパク質や、 ポリアミンを多く含むのが特徴とされる。遺伝子としての DNA も高濃度で含む。フグの白子焼きフグの実や内臓には猛毒である、テトロドトキシンが蓄積される。どこに蓄積されるかは、フグの種類ごとに違うが、白子は、比較的テトロドトキシンが蓄積される種が少なく、旨味も芳醇であることから食用に供される。鮭の白子は主に DNA やプロタミンの 抽出材料として利用され、拡散系調味料、強化剤保存料、健康食品、化粧品、工業原料などにも利用されている。2013年にはリン酸がレアアース吸着を高めることが分かったため、鉱石から採取を容易にできるようになる手法を、愛心コスモス研究所が開発した。なお、白子に科学的処理を施せば、 あらゆる種類のレアアースにも対応できることも分かっている。食用として提供され、鮭の季節である秋には、鍋物や汁物の材料として盛んに売られ、価格は安い。しかし2004年以降、鮭の漁獲量が減少傾向にあり、価格は値上がりしている。パラの白子の軍艦艦一般的に、スケソウダラの白子をジョコ、マダラの白子をマサコとも呼び、その立ち方名として、 北海道では、立ち立つ。青森県では、タズ。岩手県、宮城県では、菊、菊綿。秋田県、山形県、福井県では、タだみ。京都では、雲子と呼ばれることが多い。焼き物天ぷら、味噌汁、鍋の具材としても利用され、近年は海外からも輸入されている。北海道岩内町、利尻島では、かまぼことして加工されるタつのかまぼこがある。 数が少なく珍重されるため、一般にはあまり出回らない。高級料亭などで食されている。ポン酢や酢味噌につけたり、すみれにしてワンダネに用いられる。ありがとうございます。